はい、皆さんこんばんは。前回ご紹介しましたですね、 VFC のですね HK416D、こちらをですね、実銃の、画像をちょっと見てですね、ちょっとプチカスタムしたくなりまして、今回その動画を撮っていきたいと思います。実際ちょっとですね、簡単なウェザリングみたいなのもしてみましたが、これについてはまた後ほど。で、今回取り付けるのは、基本的には M4 の CQB カスタムの時にですね取り付けたタンカラー模様のものをですねどんどん付けたいなと思っています。まずですね、ストックですね、こちらはマグプルタイプのやつですね、ストックを取り付けたいと思います。あとですね、トップレールはですねコンプレンツとですね、今回それプラスですねこのブースターですね、 UFC のですね4倍ブースター、こちらをですね取り付けてみようかなというふうに思っています。あとライトはですね、こちらペックですね、こちらをつけたいと思っています。あとですねグリップはマグプルタイプのものになります。はい、あとですねフォアグリップにはですねこのマグプルタイプのですねアングルドフォアグリップ、こちらをつけたいと思っています。あとですね、今回サイレンサー、こちらですね、ゲブテックのですねブラックサイドサイレンサーレプリカですが、こちらを取り付けたいと思います。あとですね、フロントサイトはですね、このマグプルタイプのですねフリップアップサイト、これを取り付けたいと思います。はい、以上ですね今回 HK416D に取り付けていきたいと思います。その様子を動画に入れておりますので、よろしければご覧ください。はい、それではまずストックを変えたいと思います。はい、取り外せました。はい、それではこちらのマグプルタイプのをつけていきたいと思います。はい、取り付けが完了しました。はい、続いてグリップを変えていきたいと思います。はい、取り外すことができました。はい、それでは新しいグリップを取り付けていきたいと思います。その際ですね、ここのバネですね、こちらを注意して入れていきたいと思います。はい、取り付けることができました。はい、続いてフォアグリップを変えていきたいと思います。はい、外せました。新しいフォアグリップをつけたいと思います。はい、続いてフロントサイトを変えたいと思います。はい、取り外せました。はい、続いてこちらの新しいのをつけたいと思います。はい、一応取り付けが完了しました。これ非常にですね、すり合わせが厳しくてですね、ちょっと削ったりしましたし、ここのボルトがですね、ちょっと入らないんで、今、このまま取り付けた状態にしています。はい、続きましてですね、ブースターを取り付けたいと思います。完了しました。はい、続きましてコンプ M2 を取り付けたいと思います。
はい、取り付けが完了しました。はい、続いてペックをここに取り付けたいと思います。はい、取り付けが完了しました。はい、続いてスイッチパネルを取り付けたいと思います。はい、でコードを、はい、取り付けが完了しました。はい、続いてですねサイレンサーを取り付けたいと思います。はい、取り付けが完了しました。はい、カスタムした結果はこの通りになりました。まあ全体的にですねちょっと M4 の CQB に似ちゃってますけれども、まあちょっと今回はですね汚れ感とかも出してですね結構気に入った形になっています。あとですねコップ M2 にブースターをくっつけたといったところも、まあ、ちょっと意外かなと思ってやってみました。はい、反対側はこんな感じになります。ちょっとレールカバーはつけようかと思ったんですが、今回は外しました、ね、このままでいきたいと思います。はい、以上でカスタムの動画は終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。